まあ、1-0で試合進んでいく中で、まあ、どうしてもまあ、2点目がなかなか取れない状況が続いていて、まあ、でもその中でもまあかなり後ろは集中して守ってたんで、まあ、2点目取ってくれっていう思いを、まあ、正直ずっと持ってました。もう今日は特にもうボール失わないでこう前に運んでいく力とかすごかったし、まあ、あのシュートも、まあまあ、見ての通りとんでもないシュートだったし、すごく攻撃においてボールを保持するっていう上ですごく欠かせないプレイヤーになってます。まあ、とにかく危ないところをセンターバックの3枚中心に消せてるし、あと前線のハードワークもすごいやってくれてるし、まあ、そういう意味でこうなんか変な失点だけはしないようにっていうのは、まあ、意識してました。まあ、本当にずっと腐らずに、なかなか試合出れなかったりメンバー入れなかったりっていう時期もあったし、まあ、そういう中でも本当腐らず自分がやるべきことをずっとやってるのを見てたし、まあ、そういう中で今日急遽出場しても、まあ、やっぱりそういう準備をしているからこそ、まあ、いいプレーができたと思うし、まあ、これをまあ次クカーチが出場停止だと思うんで、そういう意味ではこうはすごいチャンスだと思うんで、まあ、今までやってきた準備を次の試合に生かしてほしいです。かここ残留争いの直接対決勝って、まあ、次相手オーステン で、まあ、結構上にいるチームですけど、まあ、今日勝ったからにはまあこのまま登っていきたいし、そういう意味では、まあ、アウェーですけど、まあ、最低でも勝ち点1は取らなきゃいけないと思ってます。